塚ライジングスターボーイズに所属する中学3年の中島成志さん。全国で20人しか入ることのできない U15 侍ジャパンのメンバーに選ばれました。日本を背負ってるので、やっぱもう恥じないようにやっぱしっかりプレーして、やっぱやっぱり日の丸背負ったんだなって思われる選手になりたいです。守備での主なポジションはショートですが、セカンドや外野も守れるユーティリティさが魅力。一方打撃ではコンパクトに鋭い打球を飛ばす確実性の高いバッティングを武器にしています。飯塚ボーイズではキャプテンとしてチームを牽引。今月行われた全国大会では打率4割に出塁率5割と圧巻の成績を残しました。体は小柄ですけど、パンチ力もありますし、逆方向にも強い打球を打てて、打者として足もあって、守備に関してもですね、やっぱり守備範囲も広いですし、今はショートを守ってもらってますけど、どこでも対応できる選手じゃないかな。総合的に見ても、トップレベルの選手だと思っています。侍ジャパンのメンバーに選ばれるだけあって、コーチもその実力を絶賛。あえて課題を聞いてみると、野球に関しては特にもうここをこう変えなさいとかいうこともなくて、自分から率先して全てやるので、課題を挙げるとすれば野球以外のところで何か勉強。チームメイトは中島さんについて、いじられる、やっぱりいじられるキャプテン、すごいところじゃん。なんかもう彼女別れてもすぐ彼女に違う、モテるとこや、おいマジモテです。中島さんは6歳の頃、4つ上のお兄さんの影響でソフトボールを始め、その後野球に転向。すぐにのめり込むと、小学6年の時にはホークスジュニアに選ばれ、キャプテンも務めました。野球に打ち込む中島さんを支えているのが両親です。母恵子さんは働きながら片道およそ1時間かかる練習場まで送り迎えをしています。今絶賛一応反抗期中だと、だいぶ落ち着いてるのは落ち着いたんですけど。年頃の中学3年生ですが、こんな一面も。この間も大阪の全国大会でお土産一緒に行ってるんですけど、私にも買ってくれてて、いつも応援とかも大声張り上げてずっと応援してるのでわあ今日も声聞こえるなとか見ながら、僕がリーン出てて牽制とかがある時バークって一番に声出して、よく騙されるんですよすぐ騙されるんで、ね、何回もあちゃーって顔見てきたんで、もうこれ私が通り越さなきゃと思って、めっちゃ聞こえるっす自宅のリビングには小学校の時からの活躍を表すメダルがずらり。さらに中島さんの部屋にもメダルの他に野球グッズ、宝物だというぬいぐるみなどもありましたが、勉強グッズは、勉強グッズはちょっと、あ、ここに、はい、あります。この中に、ね、夏休みの宿題とか入ってますね。夏休みの宿題は終わりました？マジ終わってないです野球漬けの日々を送る中島さん、1週間のうち飯塚ボーイズで練習するのは3日だけですが、残りは自主練習で腕を磨いています。練習相手を務めるのは父和也さん。自身も学生時代は野球に打ち込んだそうで、仕事終わりでも練習に付き合います。ネット自体がこの子が4年生の時に建てたんで、もう小4から4年5年6年中1中1もう6年間ですね。ネット自体がもう 4本目、だいたいやっぱネットが破れるんで、知らないところで多分やってるとは思いますね、はい、結構
走ってくるとか、そこ練習してくるとか勝手に行くんで。練習量を物語るのが手のひら。手はこんな感じです。まだいけるかな。いつも試験勉強しなさいって言ったら、いや、そう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 、ね、試験勉強、試験期間中にもう、まあ、少しの勉強しなさいって言うんだけど、まあ、30分ぐらい経ったらちょっと休憩してバット振るみたいな、そんな感じですよね。ですね、ね、気晴らしね。バット振る時間の方が長いという、そんな感じですね。絵に描いたような野球少年の中島さん、家族の支えもあって着々とその実力に磨きをかけています。将来の夢はもちろんプロ野球選手。日本代表として戦う世界大会で、まずはその一歩を踏み出します。チーム一丸となって、やっぱ自分の仕事をしっかり果たして、世界、みんなで世界一の景色を見ていきたいと思います。